はい、今回ですね、はい、ちょっと急遽、はい、この2人、うん、呼び出しました。何、呼ばれました。いきなり呼ばれたよ。今回ですね、はい、まあ、春といえばなんかちょ怖い怖い、なんかなんか言うでしょ絶対。言うわよ。おわ、まあ、春といえばね、産卵、はい、を意識したデカイカが、はい、まあ、接岸してくると、はい、いうことで、うんうんうん、まあ、この間清水京お疲れ様でした。おめでとうございます。満足してます？してない。もう、まあ、ショータ、はい、まあ毎年2キロ上げてるみたいな、はい、まあ、今年まあ始まったばかりですから、はい、最近なんかフラストレーション溜まってません？そうですね、うん、釣れてないんですよね最近、うん、ということで、はい、今回の企画、はい、アオリカ1キロアップを釣るまで帰らなきゃ。いやいやいや、どこからどこから帰れないのよ。まあ今回目標がね1キロアップっていうことで、どこか早い上や早いどこだけじゃっけ。今回ですね、まあ、釣り場帰れません企画なので、まあ、簡単に帰ってくることができないポイントを選びました。すごい怖いどこやねんそれ。離島です。コンビニありません。これ後ほどあの2人には僕説明してるんで、今何も聞かされてない状況です。とりあえず離島1キロアップを釣るまで帰ってくるなという話です。いつまでですかそれ。いや無期限です。そんなの決まってるやん。人権あるやん。お前らに人権はない。なんてやった来ましたか皆さん。そうなんです。どう思います。行ってこいと。2人でいっぱいでいいですよね。いや、いっぱいいっぱいです。でそりゃそうでしょ。頑張らせてくださいよ。こっちがいっぱいいっぱいなんで。なるほど。でいつからですか。明日です。明日行く。人権はえ。いや、お前らの人権はない。とりあえず明日の、23時59分までに長崎市内この本島出て行ってもらいます。そんな悪いことしたかな。このチャンネル怖い。見てるリスナーさんがね楽しんでもらえるならいくらでもお兄になりますよ。揃えるもの揃えちゃわないと。いやー、じゃあちょっと買い物行くか。そうですね、はい、リアイスあるかな。はい、はい、到着到着しましたね。遠かったわ。遠すぎっすこれ。あの豚野郎。まあ車で約2時間、船で2時間半、そうですね、4時間半ぐらいですね、うん、まあでもいいとこ、うん、ここで終わらしちゃうから、うん、ここでもうサクッと、うん、企画が終わっちゃうんで、はい、終わっちゃうから見るで見とけよ。俺も壊しちゃうから。ほれほらこれ見てくださいよ。おちゃんと降りれるようになってるから、やっていきましょうか。ニーと。やっぱここは鉄板の味噌筋でしょ。こっちでしょ。まあ鉄板ですから。よいしょ。風が強くなってきましたよ。いやー、夕方までにちょっとね、あげたいなー、マジで。してみなさい。きたおこちゃん。なんかモンゴーっぽいな。あ、いよいいんじゃないですか。お、ねえ、いけるのか。いや、待って待って、いや、いかんで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 、ちょっと。はい、港の浦川の磯、磯フラボに来ております。風がね、右から左なんでちょっとやりにくいんですけど、やれるでしょう。泣かしたこともある、冷たくしてもなお。
二人がもしも覚めて目を見りゃ釣れなくて一人へそう思い入れたけど、うわ来た来ました、来た、おーいいんじゃない、いいんじゃない、まあまあいいんじゃない、黄色いったんじゃない、全然上がってこ、あ来た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 、え何これ魚だ、ちょっと待って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 、あえらいこと、えらいことつった、でか、皆さん見てください、これもうこれはいいでしょ、もう1キロ、いや、うん、すごいですもん、だってこれは、赤旗ちゃんエギで、いやちょっと、はいあれ、はい来た、はい戻った、びっくりしましたね、はいすごかったですね、いかだと思います僕、1キロあればいいんじゃない、あれダメなのかな、エギでエギングだからどう、みんな納得しない、まあまあ珍しいよ、まあまあの、そしてデカさだから赤旗ちゃん、はいやっと聖地らしい場所に、見てくださいこれ、この炭跡を見てください、これですよ、ここに来たかったんです私たち、そういうことですよね、はいここに来たかったんです、はいもうここで粘ります、はいおはようございます、おねんねしてきました、ちょうど5時になります、あー浅爪をめがけて頑張ってやっていこうと思います、ちょっとねアジがいたんでアジの調査をしようとしてみたいと思います、来た来たー、どうレックしてなかった、なんでバカチン、でもちっちゃい、ドラッグいろいろするなんですよでもおおおおいいよいいよいいよ、そんなパティンある、ああ上がってきた上がってきた、あれかいいよいいよ、まあでも多分サイズは本当ちょっとないんですけど、あ引いちゃってる、全然努力ゆるゆるなんで楽しんでますなるほどね、全力で、いやいや普通におるんじゃない、もう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 おるんじゃない、おもうもういいサイズかもっすね、おるんじゃない、いくっすよ、いける、いけるいける、そこはもう絶対いけるよ、おいいんじゃない、おいしいいよし測りましょう、やった、見てください、ポンド表示になってます、やろうとしちゃってるから、おしっこしゃー、おしっこしゃー、おしっこしゃー、はい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 、500サービス、500サービス、サービス、サービス、サービス出てきました、サービス、あと500台で、あと500台で帰れない、投げる投げる投げる、投げましょう投げましょう、ブルーポーションのノーマルですね、おいおい目を見れ、すいませんでした、すいませんでした、すいません、リスナーの皆さん無理無理無理、こいつら完全にやっちゃってます、帰ってくんなよなんだった企画の趣旨は、帰れません、そうでしょ、1キロアップするまでいっぱいいっぱいずつ、帰れません釣れません、いやいやいや、もうこれ動画にするから、ね、怖いなよ、リスナーの皆さんに真実を包み隠さずお伝えしようということで、はい、今回メンバーのね、ふみおと、はい、もっちにもなじってもらおう、来ていただいて来ていただいてもらってます、はい、いなじってもらおう、反省してないな、反省してないっすわしてないでしょ、声してないっすわ、 T シャツ見てください反省してないんだよ、お礼を申し上げてる場合じゃないっすちょっと言い訳させてもらっていいですか、何ですか、何か所か回ったんですよ、はい、炭屋とかないんですよ、ちょっとやばいねこれということで、うん、まあご飯食べようっつって、なんでご飯食べよう、すいません、情報収集でね、はいはい、ご飯のちょっと棟梁に、うん、どうですかと、反省してないですよ、全くで聞いたわけですよ、はい、ご飯食べてね、地元の方に、ね、地元の方に、うん、最近アオリイカとかどうなんですか、うんうん、最近聞いてないね、あそうなんですね、じゃあ帰りますラブヤ、ならんや、企画の趣旨はないんだ。1キロするまで帰れまって、うん、帰ってきたらダメやイカがいないやん、いやイカいないことないでしょ、だって釣ってたは釣ってたじゃん、えしかも何お前一発目入ってこれでしょ、いや待って待って、いやいかんでいかんで、違うこれでもこれはこっちでしょ、かけてバラしたのはあなたですか、そうそうですじゃないの、謝ってもらっていいですか
これ言い訳になるんですけど、エギンガーなら分かると思うんですよね。あの塩の大事さ、塩ってすごく大事じゃないですか。大事くないでもそれを全てキャンセルするのが離島じゃないと。フーミン離島そんな行ったことあるっけ。言い訳でした。ちょっと反省してないと反省してないとこれどうしたらいいかを、うん、あのリスナーさんに聞いてみましょう。あ、確かに決めてもらいましょう。そうね、この2人の称号。ちょっと待って、多分リスナーの皆さんはマー君いじりたくて多分たまんない人たちが多いんで。すごい、俺のことブチネコちゃんだと思う。ブチネコちゃんの扱いだった。 1g1 円企画をやってください。あ、それでご飯を食べてください。普通に帰ったらお前なんだよ。反省してないですよ。ちゃんとしっかり釣れれば美味しいご飯を提供するんで。え、でもイカが良くないですか、せっかく。あ、まあ確かに。僕ら言うてもほら、イギングメインのチャンネルなんで、釣りたい欲が一番強かった2人だったんで、もうキルアップのね、アオリイカをめちゃめちゃ言ってたじゃないですか、釣りたいって。オープニングもう一回見ます。みんな。はい、ということで、はい、まあ、アオリイカ 1g1 円企画、まあ、釣ったアオリイカの計量してそのグラムで現金換算。最後にほら反省のコメントをリスナーの皆さんに。不甲斐ない結果に終わってしまって、なんか気持ち的に切なくなっちゃってフェリーに乗って帰って。おい、どうぞ行こうっつって。偉い出してんじゃねえよ。強いあたりが。今度その企画しっかり釣って美味しいものいっぱい食べたいと思います。皆さん美味しいもの、いろいろ考えてあげたいなっていう人は高評価ボタン、チャンネル登録、ベルマークもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。